はい、今ねどこにいるかっていうと北海道の洞爺湖にいます。洞爺湖温泉という温泉街になってるんだけどね、そこのところ今泊まってチェックアウトしてね、今からこの洞爺湖温泉街をちょっと巡っていきます。この運転しながらね、ドライブしながらね、まあ、結構この辺りこれが湖畔亭って結構人気らしいんだけど、ここの右の側ね、温泉の質としては登別は硫黄なんだけど、こっちはね硫黄じゃないんで、まあ匂いはそんなしないですね。登別はやっぱ硫黄の匂いがすごいするって感じだよね。でなんでまあこの辺りからがずっともう温泉街のもなってて、温泉旅館とかホテルとかね、あとそれに付随してまあこういったお店がねあります。登別今日はね何日かっていうと、令和2年2020年の10月24日なんだけど、登別に比べたらまだ空いてますね。うん、今こんな感じでいます。なんか結構ラーメン屋があったりするけどね。右側がいいホテルかな、野の風リゾートセレクト108、これはあれか、商業施設か、洞爺観光ホテル、これ昔からいいやつだよね。まあ今日何日だ、今日土曜日か、閉まってるとか閉まってるよね、観光土産センターこれ閉まってるって、土曜日で閉まってるってのはこれやってないってことかな、閉店したってことかな。だからまあ一応この辺りが中心です。で湖の周囲にまあホテルもあるんだけどね、一応中心としてはこの辺りかなって感じがします。一応バスターミナルもありますんで、バスで来る方はバスでって感じだよね。右側が一応その温泉街じゃなくてあの湖になってるんです。遊覧船乗り場がそれ左側なんだけどね。ちょっと左に行ってみましょう。有珠山が前方左側かあるんだけど、まあ噴火したっていうのを結構記憶に新しい人も多いんじゃないかなって感じはするんですけど、直近だと2000年ね、平成12年、自分が学生の時でしたけど、記憶に新しいですね。有珠山噴火ということでなんか毎日ニュースやってたなって感じはするんだけど、ここの辺りこの前ですね、洞爺湖温泉のこの辺りも被害、石が飛んできたりとかしてね、結構被害を受けて、小学校だったところが今火山の博物館になってたりします。さっきのとこか。でこれが右側がサミット館、バスターミナルになっててサミット館ね、この辺りまで結構ね右側が落ちてたんだから被害が、結構出てたということですね。一応そこの右側が公共の、駐車場になりますので、公共の駐車場にね止めていくことができます。で今まあ向こう建物あるんだけど廃墟廃屋になってるとかあって、そういったところのちょっと見どころなのかなって感じがします。洞爺サンレイク保養施設、この辺りもだから噴火の時は大変だったんじゃないかな、火山灰とかでね、建物が結構新しい建物新しいんだよね、それ以降に建てられたやつも結構あるかなって気がしますが、左側の新しいよね、古い建物もあるにはあるけど、そっち側が古いか、怖いですね。でもね、でもやっぱりそのいわゆる地震とか火山によって恩恵というのはまあ温泉があったりするわけだけど、まあ非常にね大変なんだよね、この日本の天変地異のね、まあ、でもこういう感じで温泉と紅葉が楽しめるというのは本当世界で類を見ないわけですから、その中ではやっぱりすごいことだなっていうのは実感します。でこれまたさっきの道に戻ってきた感じですね。これ俺泊まってたとね、洞爺温泉ホテル花火というところです。でもうそこのところがもう湖沿いなんで、湖沿いに面してるってことで、なかなか良かったです。湖のところが、まあ、遊歩道になってて、まあ散策できるんでね、まあ、ホテルチェックインした後に散策すればいいかなって感じするんだけど、今日ずっと滞在中天気があんま良くなかった、昨日雨で今日は曇りだった、まあ、曇りだからまだいいんだけどね。ラーメンの麺濃い亭ね、麺濃い亭なんかちょっと気になりましたわ。
結構今日風強いです、残念ながら晴れの中での写真撮影ができなかったけどね。あとこの噴火ラーメンってあって、宇須山のね、噴火した宇須山噴火したわけじゃないですか。その噴火ラーメンって名前つけてますけど、それもなんかちょっと興味をそそるんですよ。このラーメン屋左側にありますけどね、辛いの高麗軒。火山、富士山なんかも一応活火山ですから、いつ噴火してもまあおかしくないっておかしくないんですよね、まあ、一応噴火するっていう予定はないみたいだけど、わかんないよね、それもね。富士山噴火したら結構やばいと思うんだよね、あの大きさでね。ということで、左側がさっき言った通り、駐車場ね、公共の駐車場です。結構止まってるんだよね。今日土曜日だからやっぱ人来てるのかな。で、さっき言ったサミット館がジオパークがありということです。でこれからちょっと行こうと思ってるのは、その火山の博物館で、その先に廃屋っていうか、そのね、2000年に被害に遭ったところということでなってますんで、ちょっとそこのところ今ぐらい行ってみます。だからもう山に近づくとね、今左側宇須山か、だけど山に近づけば近づくほどやっぱり被害を被ってたわけだってね。左側ですね、あれがなんか昔の建物で被害を被ってまだ残してるんですよね。まあ、ここにちょっと止めますね。すぐそっち左側にあるんですよ。ここはいいか。